リキタロットリッキーです。本日はですねまた一つリクエストいただきました、えー、この間占いました浅田,真央さん浅田真央さんが座長として今やってらっしゃる「ビヨンド」という公演、えー、そこに出てらっしゃる柴田亮さん。 柴田涼さんともう今はどうなんでしょう引退されてたのかその今回浅田真央さんが「BEYOND」というえアイスショーをやるにあたって声をかけられて、まあ、出てらっしゃるメインで真央さんと絡んでらっしゃるのでしょうか柴田涼さんと浅田真央さんとの相性を見てほしいというリクエストをいただきましたどうもリクエストありがとうございます。 それでですね。早速柴田遼様の。ホロスコープを見させていただいたんですけれども、今日ちょっとね。似た言葉がいくつか出てきて、ちょっと紛らわしくなっちゃうんですが。まず柴田遼様この方寄宿です。寄宿と言っても危険の木と書いて寄宿。火曜日生まれの寄宿の方。え、うさぎ年の本命が魚球が漁協。 お魚の宮。そしてですね。獣将尉が巣を失うツバメとなっておりますね。この景宿はあの分類が7分類は継承宿に分類されています。<music> で私まあざっとまあ見た感じ、まあ、最初に感じたのは遊び人というイメージを感じましたただ遊び人と言ってもやっぱりフィギュアの世界でね名を馳せた方なんで、まあ、そんなに遊ぶ時間はないと思いますまああくまで気質 星の命理上の寄宿ということになりますがなぜかと言いますとこの寄宿なんですけれども三大遊び人の宿と言われています壁各寄壁宿各宿寄宿この三つの宿が遊び人の宿とされてますことこの寄宿が非常にもう一貫して遊び人の宿と言われています私 まあ、このリクエストをくださった方がこのリンクを貼っってくださったんですねそれでこの「BEYOND」のホームページに行ったんですけど本当に素敵なホームページワクワクさせられるような、まあ、例えが古くて申し訳ないけど自分の中では例えばハリウッド映画の「キャバレー」とか「コットンクラブ」とか「コーラスラインとか」とかすごくこうなんかワクワクさせられる、うん、すごくいいホームページでした。 でそこに乗ってらっしゃる柴田亮さん、むちゃむちゃイケメンです。だからね、単発にされてからのがイケメンですよね。昔の若い頃の現役時代のあの映像あんまりなかったんですけど、見ますと、まあ、懐かしいんですよ。もう誰も彼もがね、もうカリスマ気取りだった時代。もう細眉に、なんかホストみたいな髪型で。 まあ、かっこいいですほんとそういう時代でした確かにただね単発にされてからの方がかっこいいと思いますで今の柴田亮さんむっちゃイケてますねイケメンでうんそうだからまあ昔のそのなんつうのなんかカリスマホストみたいなそう感じが、まあ、遊び人っていうわけじゃなくてもうそもそも寄宿自体が この三大遊び人の宿と言われている宿であるでさらに深くホロスコープ見ますとこのね、あの柴田亮さんね気運がね、入ってくる気運がいっぱい入ってくるんですよ気運が入ってくる気運がそのまま抜けちゃう暗示が出てんですねそういう暗示が結構見て取れますなんかだからそこらへんもちょっとうんなんか遊びを匂わせるというかね そんんな気がするんでするでよねだからまあ今回このメインカードこれにしてるんですけどちょっと軽薄なぐらいの「ナンパ野郎みたいなね翼ついてますでしょ。で「愛のカップ」これだけで何なん,なんで。で花とハート添えたいんだけれどもこの方花が先に来ますね。その後にハートです。 でですね、一方浅田真央さん浅田真央さんはまあこの間占ったんですけれどもここが紛らわしいんですけどまだ浅田真央さんも喜宿なんですよ浅田真央さんの喜宿は上りの木です起宿この喜宿は非常に強い喜宿です男はヤクザ星女はヤクザの女房星とも言われてます浅田真央さんだからすごく 優しい方でさ人に話す時すごくソフトで優しいじゃないですかだけど本質的にはすごく強い方ですよやはり、まあ、強くないとやっぱトップ張れないですからねで浅田さんの命令をざっと言いますと紀、まあ、宿の本命宮が上級女の宮です、ね、そして火曜日生まれであり獣攘尉がマイペースな表 自分でタンタン,タン,タンとことを運ぶ表ですね。で寄宿浅田さんの寄宿の分類はもう悪宿となっております。で最初にホロスコープ上宿溶でいう相性でいうとあのー、この寄宿と寄宿ね。 寄宿と寄宿はどちらから見ても小吉です。まあ、まずまずといったところですね。でですね、またここからちょっとややこしくなるんですけれども、柴田良さんの寄宿と浅田真央さんの寄宿の関係性なんですけれども、これが木姓の関係なんですよ。また木が出てくるんですよね。この木に関しては、柴田良さんの本命宿の木と全く同じ字です。木。 での関係になる。あのえっ、ー、とね柴田さんの寄宿に名を合わせますと浅田さんの喜に喜が生となります。 だからどう,関どういう関係かっていうと柴田さんからすると浅田さんと絡むことは非常に取り分があるまあうまくこう、うん、成功できるもしくは制圧できるという,いうような感覚でもいいかもしれませんねうまくこう浅田さんと絡むことによってまあ恩恵が得られるで逆に浅田さんを命にしますと柴田亮さんの寄宿は寄宿なんですよさらに。 まあ最初の寄宿と後の寄宿はちょっと意味が違うんですけどで浅田さんから見ると柴田さんどう見えるかっていうとちょっと刺激,な刺激的な方に見えますだから浅田さんからするとドストライクの存在ではないんだけれどもちょっとなんかこう脇にあるんだけれどなんか気になるなっていうような人チョイスされたんじゃないでしょうか。で、まあ、浅田さんとこの柴田さんは一番近い 寄生の関係なんでまあ、関係ないんですけれども女性が寄宿の場合ね、あの浅田さんの寄宿ね上りの寄宿の場合はその寄宿の女性とね一緒になった男は早死にすると言われてます女が男を食い殺しちゃうんですね。食いつぶしちゃうんですだから寄宿の女房と寄生の関係の寄宿の女房まあ一番遠,遠いね うそういうことも言われてるんですよ。男が早い人じゃ。ただまあ阿佐さんとまあこの柴田涼さんまあ一番近い規制なんでねまあ大丈夫だと思います。それでですねこの柴田さんのホロスコープを見てて感じましたのがこの方はひょっとしたら自分の原動力原動力が 確かめられてない人なのかなという気がしました暗雲の向こうに広がる世界にある何かを探してらっしゃって生きてらっしゃるでその何かが何かって言ったらそもそも自分が生きる原動力が多分把握できてないので 何かを求めて探してあの生きてらっしゃるんだけどその何かを常に探してらっしゃるんだけどその何かっていうのは実のところこう自分の生きる原動力この何か矛盾のループに入ってらっしゃる方ではないかなというなんかそんな気がしました。 ただとは言ってもトップアスリートですのでうんどうでしょうかねそれでですね、まあ、まあ今ビヨンドで共演されております柴田亮さんと浅田真央さんの相性をスプレッドで見てみたいと思いますビヨンドつながりで見てみましょう まあ、ともかくこの柴田さんの情報が少ないんですよね。動画なんかも探してちょっと見させてもらったんですけど数が少なくて、まあ、感じられるこう感触みたいなものもあまりなかったんですけれども何かこうそんな気がしましたねさっき言ったような。 よしでは参りましょう柴田亮さんのエネルギー磁場から浅田真央さんとの相性そして今行われている「ビヨンド」というアイスショーを絡めてみていきたいと思います「めいうん良い知らせ 情熱の芽生え。ピンって立ってますね。GO うーん。これなんですよ、この。なんというかな、このタブーの。タブーなんですよね。こうベールの向こうのタブーみたいなもの。これがなんか。つかめてつかめないような、なんか。 この方の方か力になってるだけどこれが何かつかめないのかなっていうまあ対ドンそうねだから疑心暗鬼を超えた先にある実理ちょっとやっぱりうーんなんとなくまあこうちょっとダークというかうんそういう何か実利なんだよねそれを何か求めてらっしゃるんだけれども 結局タブーが原動力となり求めているのも先のタブーといったような,だからなんかやっぱつかめてらっしゃらないのかなっていうようなうんで「逆名号体」をシャドーで入れますドン正しいまあ采配 こうなんて言ったらなんかな、まあ、善悪とか好物とかなんかこのバランスみたいなのが、うん、なんか情熱が先走っちゃうみたいな人なのかな。で逆の「ゴー、うん」これもそうなんだよねやっぱりね。 もうガチガチに固められた囲った中で絞り出されるインスピレーションこうなんかこう見えないこう、見えきれてない何かその先にある何かみたいなずっとなんか求めてらっしゃるそれが原動力つかみきれてない原動力そのものであってそのなんかループみたいなねで、最後一枚ドンうーんこれもそうなんだよねだから なんつうかな。こう行き切った果てに差し込んでくる。その何かみたいな。なんかそんな感じな人が気がするんだよな。こう運気みたいなさ、盛大に入ってくんだよ。あの。この柴田さんの。貴宿、本命宿の貴宿が。開門に入ってるんですね。もう大きく開け広げてる門に入ってるんですよ。 木はいいっっぱい入ってくるんだけどそのままこう抜けてっちゃうみたいなで「瓶」瓶と書いて「瓶の宮」と書いてなんだけどもこれもいっぱいこう入ってくるんだけど必ずしもたまるとは言われてないのねそのまま抜ける暗示もあるして柴田さんの本命級は魚でしょう漁級で漁協もやはり水をイメージさせるというかね流動的なまあ漁級は非常に真面目な。 うん、あのキュートも言われてますけど基本真面目な方だと思いますしね真面目でなきゃやってけないですしねアスリートとしてうーんなんかねそんな気がするんだよなでこの「カイモンがいっぱいこう気を持ってくるんだけど抜けちゃうんだけど「カイモンがその抑え込んだのは「かがいぎ」なんで「かがい」「かがい」が入ってるんですね 加が、まあ、本命宿が加賀イに入ってる人は、まあ、トラウマを持ってるというような、うん、ことが言われますね。あんまり、まあ、よくない、うん、セクターになってるんだけれどもうんだが何かなそんな気がするんだよな最後一枚いくか。でどうなんだドン。うん。浅田さんとの絡みでやはり非常に 恩恵を得られる既成の関係なんでただこの真偽対揃ったねもう結論ではないんだよねやっぱりね非常に物質的なこう恩恵をビヨンドで得られる一つのこう5万円つというかさしっかりこう制するというかね成功を収める。 まあこのカード最後に来てるっていうことはまあやはりビヨンド自体が非常に盛況にうん盛況に始まり盛況に終わるということでいいのかなもう盛況に始まってる非常に盛況盛況な盛況に始まってるらしいのでうん私もホームページ見て本当なんかそんな気がしましたすごくうん良さそうな感じこんなん出ましたいかがでしょうか,だか柴田亮さんの うん、ファンの方もうガチファンの方は相当なんかいろいろおっしゃりたいことはあるけどなんか自分はそんな気がしましたねこの方は多分、うん、まだなんか自分を自分のなんか出所みたいななものをんんかすすごく探ししてらっしゃるる気がするんだよねただ、うん、非常に精力的で、まあ、情熱を持って探しきれてない掴みきれてないんだけど未だにまだ35歳で若いですのでねこう未だにこう走り続けてらっしゃる。 実際今むちゃむちゃゃむイケメンですもんね <laughs>。っちゃかっこいいと思いますよ。うん浅田さんはさ浅田さんもすごいこう迷ってらっしゃる方だと思うのねだけど浅田さんは自分の原動力分かってますよ、ね、あの人。おおよそねこう自分のこうパワーの源みたいなものを捉えてる。 だからこの柴田亮さんは多分その輪郭がそもそも捉えられてない人じゃないかなっていうねそんな気がしてならないんだよねだから常になんかこう絞り出して絞り出してその先にいたけどその先の何かなんだよねでその先の何かってっ結局自分の出どころ原動力であるはずなんだよね 原動力がその母体である柴田さんをねこう動かしてる理由がその原動力をのその居所を探すためみたいなこのん,んか変なこう矛盾のループみたいなのに入っってらっしゃる気がするんだよなまたけどガチのファンの方から見るともっと、うん、違うって言われちゃうかもしれないけどそんな人じゃないって。 だけどまあ星の命理上はそんな感じがしますねそういう風に私は感じましたもうちょっとねなんかその待ってらっしゃるリンクを待ってらっしゃる映像がもっとあれば私もっと感じ取れると思うんだけど少なかったんですよねすごくね本当なんか若い頃の写真は本当に懐かしいですね自分より一回り下の方ですけどすごい分かりますよなんかもうみんな細眉でさ カリスマホストみたいな <laughs> みんながカリスマカリスマぶってた時代だったん、ね、よし、まあ、このリクエストくれた方も「ビヨンド」は絶対成功するって断言されてましたんでねもうおそらく多分成功するでしょう 私もホームページ見たけどほんとんかうんそんな気がしましたすごく素敵でよし行くか陰を燃やしようとしうは揮発し行固しそしてまた陰をなす。 これ生命無限の波動の波紋のはうおさていかがでしたでしょうか またね、なんかフィギュア関係のリクエストを何かいっぱいもらってきても,もらってますのでちょっとフィギュア占っていこうかなと思っておりますただねあのね私一応ねコメント全部目通してるんですよでコメントの一覧みたいなの見れるんですねでそういうのでその過去に遡って「ああのリクエストここら辺にあったな」って言うと見るんだけども まあ、理由が分かんないんだけどねククリックすると、ね、消えちゃうんだよねだからあ頭で覚えてるそう記憶ではなんとなく覚えてるああの時ああいうリクエストされてたなってでだけどそれを確かめられないから確かめられたらちゃんとあのコメントします「今日占いました」ってだけど確かめられなかった時はもう動画でもういきなりもうこういうのをもらいましたって感じで占ってくんで今結構いっぱいそうもらってありがたいことに。 結構たまってきてるんで、まあ、一つ一つ占っていきたいと思いますまた自分のあのリクエストを占ってもらえたなんて気づいたらお声をコメント欄にお声かけてもらえると嬉しいですはいいいねコメントそしてチャンネル登録さらにリクエストいつもいつもありがとうございます励みになっています 今回もご視聴ありがとうございました。力太郎と力でした。それではまた。バイバイ。